なんかサービスの時に打たなきゃいけないっていうこの固定観念が、はい、今のちょっと橋本のボンミスがこう出てるのを引き出しちゃってるのかなという感じがしますから、そういう手もあってもいいかなという感じがしますね。はい、第2ゲーム始まります。橋本のサービスからです。投げ上げ、バックサーブ、3球目入りませんでした。牛島サービス、ドライブ、橋本粘りました。前にストップ決まりました。まあ、サービスが効きましたからね、浮いたので打ってくるんじゃないかと思って牛島ちょっと下がりすぎてしまいましたよね。はい、ミドルカット打ってた、こうやってレシーブの時に今のように攻めたりするわけですね。はい、はい、これがいいですね。ない今牛島はミドル処理を横回転入れて返したわけですよ。はい、はい、ですからツッツキミスしてしまったんですよね。続いてドライブ、橋本です。こういうのはちょっともったいない感じがしますね。10本を超えるラリーっていうのが本当ないですね。そうですね、はい、横入れた、これは牛島のポイントです。やっぱり13本って少ないですもんね。すごくこう短いのでどうしても焦る気持ちも。ただ牛島は今ここをずっとサービス持ったら全部失点してるわけですから、はい、ちょっとやり方変えてもゴールもそうです。ずっとこのドライブミスで、はい、いわゆる失点なんですよね。はい、フォアから出します、バックサーブ、これは決まりませんでした。この1点差もやっぱりこう、どう考えていくのかな。あ、これでと、ね、いいボールになりますよね。サービスの時に点数がやっと1本取れましたから。ハイボール、バックへ、惜しいベースでした。どうしようっていう顔してますね。レシーベースというか今のはもう橋本の3球目これバックハンドミスという感じですよね。はい、ですからなんかそれだともったいない気がしますよね。はい、まだラリーをして少し相手を動かしてから攻めるポイントも出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、タイムアウトです。日本ペイントのタイムアウトですね。そうですね。ここでタイムアウトです。どんなアドバイスがされてるんでしょう。大島ご夫妻2人ともねカット型でやっぱりこうまあいろいろカット対カットだったりとか、もちろん自分たちが選手の時からねいろいろな経験を
されてると思いますから、うん、まあ、どうしてもおそらくサービスを持った時にやっぱりほぼ失点をしているというのが気になると思うんですよね。はい、1回しか点数取ってませんから、橋本はサービスで持った時に、まあ、それは牛島も一緒なんですよ、はい、1回ずつサービスを持った時には点数取れたと、はい、そこが3連続得点になってて、うん、シクソールというスコアになってますから、タイムアウトが明けました。ただどのボールを狙うかとかっていうのはね、そろそろ絞っていかないと、はい、うん、自信を持って攻めれないですからね。今のところお互いにこう失点っていうのがね目立つので、このあたりからが一つポイントになると思います。うん、3球目狙っていきましたが入りませんでした。九州ポイント、サーブ3球目で点数取れたのは、はい、また均衡を破る形になりますね。続いてドライブ、ミドルカット、打ってきました橋本。牛島サービス、続いて ドライブ、カット、拾って、ナイスボール。繋いじゃったのはもったいないですけど、はい、橋本もその繋いだところをね、はい、よく見てました、はい、こうやってレシーブの時にこうやって攻撃すると、はい、これいいですね。3球目、ああ、今度は牛島ですよ。なるほどですね、うん、このがプレッシャーありますよ、はい、はい、そうですね。だってこれが取られたっていいわけですから、レシーブですから。そうですね、はい、13本以上続いていいんですから。続いてドライブ、うん、早い。牛島ゲームポイントを迎えました。だから橋本もやっぱりね、今焦って前に出てったなっていう感じがしますね。橋本サービス、レッド、サービスがネットに当たって入った場合はレッド、やり直しです、うん、1点差になりました。今この 10-8 の今の牛島の1本というのは最大のチャンスだったんですけれどもね、はい、粘り切ればよかったわけですから。そうですね、はい、ドライブ、橋本が取りました。テンウォール、うん、デュースはありませんので次の1本で決まります、はい、もう一回ここワンチャンスあるわけです。そうですね、牛島粘り切れるか。橋本が取りました。ここはそれしなくていいところで今打ったなとこれ10-8の時もそうですし、はい、テオルも
ここは橋本の方がプレッシャーあるんですけどね、うん、今の横回転ツッツキなんかも、はい、回転利用してバックへ返せばバックハンドが特に強いボール入ってるわけじゃないですからね、はい、うん、打つならね、今のフォアにグッと横上回転でツッツキ来ましたから、はい、スマッシュドンと行くんだったらね、うん、思い切ったって感じしますけど、まあ、こういう成功と失敗を繰り返しながらファイナルゲームまで行きそうな雰囲気がありますねそうですね、はい、第1ゲームは 11-4 で牛島が取りまして、第2ゲームは 11-10 で橋本が取るという展開です。